まず最初に前回の課題の解答例を見ていきたいと思います。前回の課題はこのような二状態二行動のチェーンウォークに急学習法を適用する問題でした。エピソードデータとしましては、このように3ステップからなるエピソードを6つ観測されたという条件のもと、問1では急学習法を用いて急テーブルを更新しなさい。そして問2では急テーブルに基づいて貪欲方策を求めなさいという問題でした。はい、それでは解答例を見ていきたいと思います。問1では、この上の更新式を用いて急テーブルの各価値を更新していきます。まずエピソード D1 では、状態 B から始まり左の行動を取り報酬0で、次の状態 A に遷移します。そして次の状態 A では、今度左の行動を取ることにより報酬1、そして次に状態 A に遷移するという状態と行動と報酬の系列となっています。従いまして、まず状態 B における行動左の価値を更新します。価値の初期値は0になってますので、0たす学習率 α イコール0.5かける報酬0たす割引率0.9かける初期の価値で0引く0となりまして、Q の B 左は0となります。そして次に2ステップ目の状態と行動について今度は更新しますと、0たす0.5かける2ステップ目では報酬1を獲得したので、1たす0.9かける0引く0となります。従いまして、0かける1で状態 A で行動左を取る価値はこのように0.5に更新されます。次にエピソード D2 を用いた給値の更新ですが、状態 B で行動右を取る価値はこのように更新されまして0となり、次2ステップ目は状態 B で行動左を取っていますので、その価値を更新しますとこのようになります。ここで 0.9×0.5 になっていますが、この0.5というのは次の状態 A での最大の価値を選択しています。つまり状態 A ではすでに行動左が0.5という値を持っているので、この0.5がここに入ります。したがって、この状態 B での行動左の価値を更新するとこのように0.225となります。同様に、現在の急テーブルの価値を参照して、急学習の更新式を適用していくと、エピソード D3 では、急の B の左が0.383、急の A 右が0.152に更新され、そしてエピソード D4 を用いると、Q の B の右が0.152、そしてまた同じ状態と行動、つまり Q の B 右が0.152から今度また新しい2ステップ目のデータを用いて更新されまして0.228となります。
同様にエピソード D5、エピソード D6 を用いて対応する状態と行動の価値を更新しますと、最終的にはこのようになります。各状態に着目しますと、状態 A では行動左が高い価値を持っていて、状態 B ではもう同じく行動左が高い価値を持っていますので、問い2の貪欲方策はこのようになります。つまり状態 A 状態 B ともに行動左を選択する確率が1となります。